配信、高性能 GPU 搭載ライゼン 5-8600G がやってきた。この新型 APU の性能を FF15 ベンチマーク、フォートナイト、APEX レジェンズ、シティーズスカイライン2でテスト、検証していきます。なお、テスト方法ですが、内蔵 GPU なので、メモリーのスピード、周波数の差で大きく性能差が出る可能性があります。そのため、メモリ周波数 4800MHz と 5200MHz での性能差を見ていただくべく、それぞれのスピードで FF15 ベンチマークをテストしていきます。この後に 5200MHz で APEX レジェンズとフォートナイト、シティーズスカイライン2を実際にプレイしていきます。さらには FPS 爆上がりの最新機能 AMD ハイパー RX と AMD フロイドモーションフレームズ、略して AFMF、 こちらを有効にして、同様に 5200MHz で各タイトルをプレイしていきます。結果はかなり衝撃的な結果となりました。今回の APU、 やっと本命が出てきたといったところでしょうか。皆様期待して見ていってください。カスタムライフルは自作 PC や DIY、ガジェット関係などがたくさん出しております。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していってください。まずは今回の AMD Ryzen 5-8600G の仕様を見ていきます。まず基本性能といたしまして、CPU のコア数は6コア、スレッド数は12コア、基本クロックは 4.3GHz、最大ブーストクロックは 5GHz となっております。また L2 キャッシュは 6MB、L3 キャッシュは 16MB、TDP は 65W の、メモリータイプは DDR5 の AM5 用の APU となっております。そしてなんといっても目玉機能は、 GPU コア数が8コア、グラフィック周波数が 2800MHz、高性能 AMD Radeon 760M を搭載しております。また AI を使った作業をされる方には注目の AMD Ryzen AI も搭載しております。では開封から見ていただきます。Ryzen 5-8600G でございます。見た感じは特に大きいわけでもなく、普通の CPU と同じような感じです。裏側も通常の LGA タイプでございます。なお、リテール版には AMD Race ステルスクーラーが付属するようでございます。また、今回のテスト環境ですが、APU に AMD Ryzen 5-8600G、マザーボードに MSI Pro B650MA Wi-Fi、メモリーにクルーシャル W5U5200CM16GS、 こちらを2枚搭載した環境でテストしていきます。搭載して CPU-Z、GPU-Z を見るとこんな感じでございます。ではまずはメモリ、速度、周波数による違いをファイナルファンタジー15ベンチマークで見ていきたいと思います。まずは 4800MHz から。4800MHz での結果は3288でした。次に 5200MHz。オーライ!オーライ!オーライ!ストップ!タッタ!スイッタ!5200MHz の結果は3397でした。4800MHz と比べてプラス100程度となりました。続きましては APEX Legends を HyperRX AMD Floyd Motion Frames オンオフにしながらテストしていきます。ビデオ、グラフィックス性能はこんな感じ。1080p の低設定です。まずは HyperRX AFMF オフの状態です。右上にフレームレートを表示しております。80fps 前後といった感じでしょうか。続きましては、HyperRX AFMF をオンの状態です。フレームレート、爆上がりしているのがわかるんではないでしょうか。オフの状態の 1.5 倍くらい向上しております。続きましては、オフの状態で重くて有名なジブラルタルのウルトです。一番低いフレームレートで 59fps といったところでしょうか。再びオンにしていきます。空爆を要請する。一番下がったところで 90fps といったところでしょうか。こちらもかなり向上しております。では実際にトリオのプレイシーンを HyperRX AFMF オンの状態で見ていただきます。
降下前はだいたい 80fps 前後といった感じでしょうか。仲間こそが真の力だ。ジャンプするとフレームレートが若干上がりまして、地表に近づくにつれ徐々にフレームレートが向上していきます。人気がないところでは 120fps 以上出ております。では戦闘シーン見ていきます。はい、恒例重いウルトを実施していきます。いや、非常に安定してますね。 100fps 前後といったところでしょうか。ここまでフレームレート出ていればバリバリ本当にゲームが楽しめます。続きましてはフォートナイト見ていただきます。設定は人気の 1080p のパフォーマンスモードです。まずはハイパー RX AFMF オフの状態からです。まずはジャンプ前の状況から、だいたい 100fps 前後といった感じでしょうか。降下します。80から 100fps 前後といった感じですね。着氷すると、安定すると 100fps から 120fps が出ている感じですね。次に戦闘シーンです。屋外での戦闘でしたが 100fps 前後出ておりました。ご覧の通り変な引っかかりもなく非常にスムーズな感じでした。プレイ全体を通じて平均で 100fps 前後フレームレートが出ている感じでした。これなら十分戦えます。次にハイパー RX と AFMF をオンにしていきます。まずは降下前から、先ほどは 100fps 前後だったんですけれども、だいたい 1.3 倍程度出ている感じですね。地表付近では160、170前後出ております。いやーすごいですね。かなりフレームレート出ております。次に戦闘シーンです。室内でめちゃくちゃ大人数に囲まれるんですけれども、それでも安定して 100fps 以上出ている感じです。次に激おものシティーズスカイライン2です。グラフィックス設定は 1080p の低設定です。まずはハイパー RX AFMF オフの状態からです。まずは全体を見渡した角度から、いやー 13fps 激おもです。続きましてオンの状態です。激おもには変わりませんが、 29fps、30fps ということで倍増しました。次にオフの状態で夜の街中です。いやーこれも厳しい。 10fps 前後といった感じです。続きましてオンの状態、フレームレート先ほどの倍ぐらい出てますね。20から25ぐらいフレームレート出ております。もっと画質を落とせばフレームレートは確保できますが、荒くなりすぎてしまうのでこれぐらいの画質では遊びたいところですね。まあアクションゲームではないのでそれなりに遊べますが、もう少しフレームレート出てほしいところですね。まあそうは言ってもこのシティーズスカイライン2、激おもで有名なゲームなので、逆に言うと内蔵 GPU でよくここまで動いたな、そんな印象でございました。ということで全体を踏まえての総括です。まず一つ目、メモリの速度で差は出ました。さらに高速な OC メモリを搭載すればまだまだ伸びしろある、そういった印象を受けました。二つ目、ハイパー RX AFMF オンでフレームレートが大幅にアップ、これは使い方次第ではマジで使える、そんな機能です。三つ目、ライトゲーミングならもうグラバーは不要ですね。これで十分楽しめます。というか
想像以上の性能でした。ただしシティーズスカイライン2のような重いゲームはやっぱりグラバーは必須だな、そういった感じですね。ということで今回はここまでです。ライゼン 5-8600G 結構いいじゃんと思った方、グッドボタンを、またこんな検証もしてほしかったなどコメントいただけましたらとてもありがたいです。カスタムライフは自作 PC や DIY、ガジェット関係の動画たくさん出しております。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していってください。ということで今回はここまでです。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。